ださいませ。というわけで、いつぞや尻切れトンボで終わった膝枕タイム開始です。おとなしくしていてくださいましね。このまま眠ってしまっても構いませんので、むしろ睡魔のまさに低反発巫女枕、略してテミマ、もうこれは私の第二宝具と言ってもよ。おーっと、手が滑って後ろ首をクワッと強襲。ご主人様、今何か不穏なか、しかもただの膝枕ではございません。さらにこう、はい、あたしからばいざ尋常にお耳を拝借。いえ、電脳体で耳かきって意味があるのかなと思っているうちは三流です。疑似漁師とは、三次元の肉体で気持ちいいことはこちらでも気持ちのいいことな、でもまあそういうものなので、観念してごほ、膝枕の上に優しくホールドしてから、うん、勝った、何かに勝った。じれったいですか。じゃあもうご主人様ったらあんだ。よーし、それじゃあとっておきの第三宝具いっちゃおっかな。耳か、いくぞ。玉も忍法回転山嵐。てこの原理でご主人様は上に下への大移動。気がつけば服とかは、やっべバレた。ですが時すでに遅いのです。このま、時にご主人様、あなた様が目覚めてからというもの、ついぞデートの一つを国の半島を広げんとするばかりで、実に愚かなサーヴァントでした。セラフ全土をこの手にせずとも、真のレガリアを得ずとも、多少はかなったでしょうに。申し訳ありませんご主人様、このような時と、炸裂するこの池玉力、えい。ですので、どさくさに紛れてご主人様と腕など組んでみるのでした。ほんと、なんで愚かだったのでしょう。はじ、いいえ、そのような反省は犬神にでも食わせておく。新緑の恋人のように寄り添い進み、わずかな童貞ではありますけど、未明領域も強いて言えば地下にでしょうか。要は移動のためのポータル、まさかマイルームに設置してしまっては、いざ逆、私たちが離れれば同じことやもしれ、ですが可能性はなるべく残しですから、え、いざ陰の鬼脈の果てをここに、我ら行く先金色の陽光を弾く水面のごとくして映し込み、は、世持つ平坂のごとくして彼岸の果てへ。さ、ご主人様、これより先こそ破壊の軍勢の本拠、いざ快活に。命の選択とシャレコモーではありません。正直に申し上げまして、敵は大敵、今
私も覚悟を決めてますとも。ミコッと勝って勝利の宴と参りましょう。六畳一間でも構いません。ささやかでも二人でいれば何よりの華やぎ。中天の どうでしょう。特にアルテラ世界の具現にして概念たる神霊にも当然地球あっての神霊かなわけですが、それでも地球の外、それでもそのあれになってしまった私は、それは制圧したセクターのいくつかへ敵勢力が押し寄せている。複数セクターへの同時攻撃、うまい手だ。敵ながら見事と言える。防戦ではおよそ勝ち目はないだろう。打って出る他にあるまい。ノンストップです。王の前だ。勇姿を示すがいい。500体撃破。
して徹底的にぶっ潰します。自分が次々に消し飛んでいる。ギルガメッシュを止める。生きのいい獲物ですね。それも時期終わりですが、華麗に切れ。舞い上がっていただきます。おりゃきましたね。そろそろ済ませてしまいたいのですが。ノンストップです。ひとっ飛びです。目覚まり。おりゃお覚悟しっぽり出戻り。ひとっはっ気持ちいい。すごい吹き飛びや。おりゃはっとっえっはっとっとっはっ今必殺の一夫多妻巨戦士ポッとっはっ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 と狙いは外しません。はっとっとっニコホホホお覚悟はっとっでは黒焦げ飛ばし目覚まりはっその手を癒やしました。
いざ。イカズチ。ピレフスがよい虫けらだ。コロコロするぞ。この調子で徹底的にぶっ潰します。素晴らしい戦果だ、素晴らしい戦果だ。王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。これはまた物好きな神霊よな。何を企んでいる狐。決まっています。ご主人様の妻になること以外ありません。いざ。イカズチ。ピレフスがよい虫けらだ。少しは喜ぶ。食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれ。喜ぶ。受けるがよ。時の命ありがたく思えよ。次に制圧したの。今日を滑る女は違うということか。私
参りました。救援いっときます。一人制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。ノンストップです。なんだ、野生犬にも牙はあったか。素晴らしい戦果だ、素晴らしい戦果だ。食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれる。参ります。神王は間に合ったか。刺激、拷問、踏みにじり、最高ね。神王は間に合ったか。さすがだ。遊びすぎたか。飽きた。俺は下がるぞ。一個当選、やっちゃいます。トータムの出現を確認した。アルテラの元へと繋がっているはずだ。さあ、ポータルへ向かうがいい。ようやく親玉のお出ましというわけですね。ご主人様、参りましょう。よっかく行っちゃうぞ。みこー、たまもちゃん、本気モード来た来た来た。の時間ですよ。ここで会ったの100年目よ、キャスター。今までの恨みを倍にして返してやるわ。ああ、エリザベートさんですか。見逃してあげますから帰ってくださいます。まだまだこの程度じゃ。ルシド、ドキンや喜んで受けるがよい。ルシド、絶対に認めないんだから。こんなところか。手間をかけさせおって。 CO は間に合ったか。さすがだ。ああ、もう味方がピンチです。ご主人様、面倒ですが助けに行きましょう。敵サーバントが引いた。このまま残った敵も蹴散らそう。
張して徹底的にぶっ潰します。ノンストップです。華麗にプラントです。ご主人様、まずはあちらを倒しましょう。ハハハ、踊り一歩通せ、やっちゃいます。調して徹底的にぶっ潰します。楽しみに制圧したの。今日を滑る女は違うということか。やりましたね、ご主人様。これで全部私たちの領土です。天罰的面飛び上がれ。
でも安心かと。 CO は間に合ったか。さすがだな。やりましたね、ご主人様。これで全部私たちの領土です。退け、私は不要な剣を。お前たちを今さら何をのたまうか。破壊の大王貴様はザレ言葉、戦いのための力をかようなまでに備えていないが、こと影をつすさまじき力という無敵の矛と、お前に言われるまでもない。それはお前には関係のないこと。キャスター、レガリアをここへ。その物言い、私の指にか。いい、あれは、そして私、いいや、お黙り。ご主人様、いざ。ひれ伏すがよい虫けれど。それはお前一人の所有物ではない。今が先生、今一つ、ただ一つ。これ以上、これ以下も神霊に連なる者。キャスターよ、貴様の相手であれば私も容赦はしない。探しいぜ、キャスター。倒すのなら一撃で倒せ。よろしく。との接続準備は破壊されるのか。私は、いや、そのこれで十分。知恵と勇気、あなたとて例外ではありません。過去のあれなど何かの間違い。いや、私は怪物ですらない。お前たちではフレアエフェクト、マルスとの接続か。発射まで2秒。ティアドロップ。
ントでは私をた命は奪い破壊する。何のしばらくこの程度、馬耳東風にぬかに釘、甘いわ半端者が。光の端見えるぞ女、見透かせる。どこに、出雲に神あり、これ自在にしてみそぎの証、神宝羽化の鏡なり。水天日光天照らす遅い。あっ、一か八かだったんですけど、ありがとうございます。もう一人の私、私一人では、お前たちの溢れる星の光でさえないパッキャスター。その通りです。弱き者が強き者を、それをそれらがお前を倒、やはり私の私のマスター、お前を守れないわよ。守れるはずがないじゃない。だってあなたにできるのは、弱々しい乙女のふりなんてやめなさいよ。あなたはそうよね、エリザベート。ごきげんよ、一人ぼっちの帝国の女王陛下。ああ、むやみやたらに動かないでね。さて、英霊でもない、半英雄でもないあなたが人間というか、これですっきりしたでしょ。でも負けたんだから遊びはおしまい。私は誰も何も何一つ。ご主人様自分の SG は自分じゃわからない。私は優しいから。だってあんたは最初から悩む。
ご主人様。一万もうここご主人さんごどエリッツ一人もそいつやけならばこあのあなたあらしきだまたくあれ天地へたたそんいつだからどうわたくしなら主人胸のコア虫けらだな通常攻撃では効果がないコアを攻撃するならムーンクランチを使えセファール相手にダメージを与えるとはさすがは神王だが見えること敵はわずかの揺らいでいないだが攻撃を続けろ削り切れいいぞ奴の防御システムが解除されたさすがにメザーマンセファールを止められるわけがあるまい確かに攻撃は通っているしかし油断する反撃の時は攻撃を集中させるレガリアの力を有したムーンクランチ
それだけが巨神を貫通しうる。領域全体への攻撃か防御もしくは空中へ跳躍すべきだ。
の時間ですよ。コロコロするぞ。喜んで受け虫ども、ドキンヤ、ここまでやるのか。サーバント風情か、王権の力とはいえ。ご主人様、たまも全力で参ります。バカな、こんなことがあり得るはずがない。ご主人様、いざ。イカズチ、ヒレフスがよい。虫けれど、コロコロするぞ。そうで、ご主人様、ご主人様、かいがいしくも愛らしいサーヴァントがおそばにあると。ん、ミコーンと来ました。ダメですよ、いつかの日は。もうただでさえ私エリザベス。カルナッチさんが教えてくれたんです。この先に美味しいサワ、試食して美味しかったら、今宵の試食は禁止とか言われたら、それはそれ、セラフの救世主を前に何とすると。私が、いえいえ冗談です。
豚肉とナスの味噌炒めにかぼちゃの甘煮、ほうれん草はおひたしにせずごま汚しで、さらに噂の最強焼きを。おお、これはライダーさんのお店で。毎日たまに和食に中あっさまま、予定変更変更、最高のお肉、最高のお芋、最高の玉ねぎ、人参、それに最高の今夜はカレー、たっぷり食べてたっぷり精をつけてください、なんて良き妻として良きサーバントとしてさ、旦那さん、はい、もしかして私インド式系、ではそれは今宵ともかく、ええ、あなたに行き過ぎたらいつまでこうして、またしてもか、信頼の絶望を知るがゆえにいくらか組みしやすいかとも思った。